皆さん、こんにちは。キャップス向井原児童館のサメちゃんです。キャップス向井児童館のゆうちゃんです。キャップス白崎児童館のあやちゃんです。キャップス高島平児童館のよこっちです。お家で遊ぼう。今日は赤ちゃんを檻にしてお家でできるエクササイズを紹介します。対象年齢は首がしっかり座っている赤ちゃんから1歳前後まで、あまり重くない時期にぜひやってみてください。そしてやる時の注意点なんですが、抱っこをして基本的にやります。あんまり力を込めてギュンってやっちゃうと赤ちゃん息ができなくなってしまいますので、抱っこするときは優しく包み込みましょう。で、念のため首もねしっかり支えて抱っこしてください。それではやってみよう。まずはスクワット。赤ちゃんを優しく抱っこしたら足を肩幅に開きます。肩幅に開いたら体を横に向けましょう。この時かかとは上がっていて大丈夫です。このままスクワットをしていくのですが、体はまっすぐ、骨盤にしっかり体重を乗せて下に重心を下ろしていきます。では見本を2回やっていきます。ではいきますよ。せーの、下げます。この時まっすぐ、体もまっすぐ下ろします。そして足は90度、ちょっと狭いなと思ったら広げてください。90度、膝もまっすぐ、すべてまっすぐで下ろしていきます。下ろした時に3秒ぐらいキープしてから戻します。もう一度やってみましょう。よ、下ろします。グググググググ、キープして、はい、上げます。ではやってみましょう。まずはこっちから、こっちを見てやってみましょう。では5回、3回いきますよ。1回目、せーの、1、はい、上げる。2、はい、上げる。最後3回目、3、はい、戻りましょう。では今度は反対向き、今は左足が前を向いていましたが右足を前にしてやってみましょう。ではいきます。1回目、せーの、1、はい、戻る。2回目、2、はい、戻る。最後3回目、せーの、3、はい、戻りましょう。はい、お疲れ様でした。ぜひね、お家でやってみてください。次は腹筋。腹筋は座った状態でやっていきます。さっきと同じで赤ちゃんを優しく抱っこしましょう。で、背中を少し丸めます。膝は90度、この状態で足を上げます。いるかな。そしてここまで来たらお腹をぐっとへこませて少し後ろに下がる。ふ、はい、戻る。ふ、この腹筋をやっていきます。え、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、はい、じゃあ何ですか。あ、やっちゃん、これ足上げたまんまちょっと無理。そんな方は大丈夫、足を下につけてやりましょう。上げると効果的ですが、体がきついなという方は足を下につけてやってください。はい。では3回やってみましょう。はい。ゆうちゃんは足を上げてやります。ではいきますよ。せーの、1、戻る。2、戻る。3、戻る。足を上げている方は足がブラブラしないようにしっかり固定してやってみてくださいね。最後は足上げ。最後の足上げは3種類やっていきます。1つ目は前に上げる、前に上げる。2つ目は後ろに、
後ろを上げる。そして3個目はかかとを、かかとを上げて背伸び、ぐっとやっていきます。ではまずは前上げからやっていきましょう。前上げのポイントは膝をおへそより高く上げるイメージでぐっと体はぶれないようにまっすぐピッ、上げる上げる上げる下げる、これを繰り返していきます。では3回、4回しましょうかね。右と左で2回ずつ、4回いきます。ではいきますよ、せーの、1、2、3、4。はい、上手にできました。次は後ろに上げていきましょう。後ろに足を上げるときのポイントはかかとをお尻につけるイメージ。実際につかなくても構いませんので、お尻につけるイメージで上げましょう。いいですか？それではこれも4回やっていきましょう。ではいきますよ、せーの、1、2、3、4。はい、上手でした。最後はかかと上げ。かかと上げはかかとをググッと上げて背伸び、そして戻る。この時かかとを地面にドンとつけるのではなく、上げてゆっくり下げて止める。地面につかないようにやるとより効果的です。少し難しい方は地面につけちゃっても大丈夫です。ドシーンとならないように優しくかかとを地面につけてください。ではこれも4回やってみましょう。はい、ではいきますよ、せーの、1、2、3、4。はい、上手でした。でもね、回数や時間は何回やってもいいんですが、なるべく多くやったりとか、まあ、ちょっとゆっくりやってみたりするとより効果的ですので、お家でやってみてください。今日はお家でできるエクササイズをやってみました。回数などは無理のない範囲でぜひやってみてくださいね。それでは